はい、どうもネングシューターと申します。今回も三国史 fourteen pk 実況をやらせていただきます。はいでは前回ですね、周瑜が死に馬騰も死にました。しかし馬騰暴殺イベントが起きたせいで馬超が継ぎまして超安が 馬長勢になっておりますねこれで西梁は全て西,領じゃない西北は全てですね馬長の支配下でございますさて我々次なるイベントは劉備入植ですね入職目指してやっていきたいところ条件は敬意をまず取らなければいけませんあとは年数ですねあと半年かな半年経過確か11年7月かなんかですね なのでサクサク進めてですね敬意を攻めるとこまでまず進めていきたいですね。ということで今回リュービー入職できるのかできないのか考えてるだけでワクワクしますね今日も楽しくゲームをやってまいりましょうはいというわけでですねどんどん進めてまいりましょうおっ馬どうかの戦いやってますよ破っちゃどうかな確か破って、 ここまで来たんですよね。高濃厚のあたり。ここで曹操を襲撃したんですよね。確かね。ここ渡ろうとした曹操。おっと、長老からの使者は何でしょうか同盟店ね、一応連合あるんだよね。いや、これ同盟組んだ方がいいのかないや、一回拒否。うん。迷ったら拒否だ。決まってるんだ。有効に下がる。これでまた物がもらえる。同感落ちますね、これ。 芝居が中入れば別だけど,どあダメですね長老と組んじゃダメですね劉備軍と長老軍が同盟状態でないこれが発生条件今チェックついてるから劉将も同盟ではないですねこのまま保ってとにかく敬意を取るだけかなあと2つ年数か7月上旬 オッケー進めましょう空の馬長そろそういないなそろそういたらねあれ巨長がね護衛でスポーンって出てくるんですよね一騎打ちかけようとしたら破りましたどうかさて馬長これちょっとずき効いちゃってますねハサミ打ちださあ馬力馬色ですね兄弟です それね相性も当てて兄弟ですからね来るでしょう劉備は確か嫌悪ですよねさて連合が残り1か月8月上旬には連合が解散ですねというところで決済ついておりますイベント7月上旬でございます黒塗りの書出ましたね行ってみましょうか 曹操への復讐に燃える馬長は同寛まで軍を進めるが曹操軍の核の計略により馬長と寛水は内乱の果てにたもとを分かつこの隙を曹操軍に攻められた馬長は清涼へと敗走するこの条件がですね結構ね難しいんですよね長安を保持しなきゃいけなくてさっき同寛取ったんですけどもう取り返されてましたねあそんな難しくないか 難しくないですね半年は持てばよかったんですね。ということで見ていきましょう。黒塗りの211年7月、度重なる馬長軍の猛攻を受け、さすがの早々も苛立ちを募らせていた。えい、バケのこせがれめ、しつこく攻め寄せおって、うっとしい。全軍で攻めれば倒せることはないが、他の守りが手薄になるのも困る。誰か良い策はないか。 馬長は武勇には優れておりますが気が短くあまり物事を考えぬ男ですそれに清量の軍閥は一枚岩ではありません利冠の刑を用いて馬長と冠水の中を裂けば二人は対立し勝手に瓦解するでしょうよくぞ申したそれこそ我が意と同じよ本当かな我が意と同じだったらやるんじゃない先に閣下から冠水に 親ししいい様子ででを送られるのが良いでしょうその上で寛水殿おられるか何やら祖宗から文が届いたとか俺にも見せてはもらえませぬかああ芭長、これがその書状だ何何ここれは寛水殿文の中で肝心な箇所がどれも塗りつぶされているではないですかこれは一体どういうわけですかな それが不思議なことに初めからそうなっていたのだ。間違えて下書きをよこしたのではないかバカな曹操のような男がそのような真似をするはずがない。漢水殿、いや漢水さては俺に見られては困るところを先に塗りつぶしたな。バカを申せ。なぜわしがそのような真似を。そうか、馬長よ。これは我らを仲違いさせんとする曹操の計略だ。黙れ。 そうやって曹操と示し合わせて俺を油断させようというのだなその手にはかからんぞ寛水貴様よくも裏切ってくれたなちゅッまん、あ、まあと曹操の策にかかれおって所詮若造だな話にならんこうなれば逃がさんぞ寛水この裏切り者めがガッチ左腕がくその武勇をもう少し生かせればよかったのだが惜しいな金馬長 曹操と核の思惑どおり疑心暗鬼に陥った馬長が冠水に襲いかかり馬長軍は同州討ちの果てに瓦解したこれをきと曹操は一気に長安へと軍を進め不意を食らった馬長は天水へと逃げ落ち一方で冠水もまた安定へと逃れたのだったいやなかなかねこれ動くんですよね冠中軍閥6人ですね 人人書いいてててあっっっ他1人になっちゃすすごい死んでますねこんなに死ぬイベントそんなになかった気がする以下の武将が曹操軍の配下に加わる養父、長公、王位教女これ全部あれですね馬長剣王そして聖光栄遠行などは関水ですねまあ遠行はそうですよね馬長と一騎打ちをやったでもこれより前だった気がしますけどねまあどっちでもいいか 祖祖軍が慶長の血のりを獲得血のり獲得すな関数軍領収の血のり獲得あ,あ馬長じゃないんだこれで次のイベントが何でしたっけ馬長のここら辺からねすごい条件が難しくなってくるんですよねさすらう馬長これさすらうって読むんですよさまようじゃないですよこれの条件がですね黒塗りの書から3ターン以上あと下のチェックは全部ついてるあ 難しくなかった。いけるんだ。これもね、ばっちり見たいですね。ただ、長老生きてないといけないですね。大丈夫か ?3 か月ぐらい持つか長老応援しよう。あと3ターンで連合終わりますので、慶応に向けてですね、ギリギリのところでストップかけましょう。さあ、連合解散ですね。 さてさてではやってまいりましょうギリギリまで来ておりますね慶応は5万現役部署5人そしてイベント次はさすらう馬長また馬長のイベントだこれ私ね見たことないかもしれないですねあるかもしれないけど覚えてない 領主より剣道将来を図る馬長であったがその強引な行動があだとなり領袖人士の猛反発を招いたやっぱ見たことないなお洋夫が出てきた馬長君父に背く非道士国の逆賊め領袖には貴様を恨む者しかおらぬぞ恥を知っているなら自ら命を絶て己妖夫、よくも言ったな貴様らが束になったとて 俺にかかなううと思うかこの金馬長をなめるな己が孤立していることに気づかぬとはなやはり愚かだな馬長それあいつだ馬長よ天水は我らが占拠したわもはやお前に退路はないと知りなさいお前の家族もすでに討ち果たしたわよなりく貴様らこの馬長をどこまで怒らせるのか 一人残らずただ切ってひるむな者ども間もなく援軍が到着する見込みだそれまで耐えれば我らの勝利ぞ養父の言葉通り間もなく曹操軍の大軍が到着し身体極まった馬長は天水を捨て結露を開いて戦場を脱するのが精一杯だったくっこうなっては漢中に逃げ込み長老軍にでも身を寄せるほかあるまい えいこの馬長ともあろう者が申し上げます馬長殿が長老様に面会を求めて参りました馬長だとふむ先頃天水で戦があったと聞くそれで我らを頼ってきたというところか落ちぶれたとはいえ馬長は馬長だそうそう牽制し職を制するにはその力を利用できよう よしおう丁重に案内せよ長老殿面会を承諾していただき感謝いたします父上の仇を討たんと戦い続けてきましたが天水にて再び曹操軍に敗れこのような敗残の身となってしまいましたもはや私には長老殿しか頼れるお方はおりませんどうか身を置かせてはもらえませんか おおそれは我が軍にとっても願ってもない馬長殿のさえいてくれれば曹操軍が漢中に攻めてこようとも安心だ馬長殿ど,どうか我が軍で存分に力を発揮してくれ母 <laughs> <laughs> この苦恩は忘れませぬ何なりとお申しつけくださいさすらう馬長馬長長老へ身を寄せるいかの武将が死亡する養子以降 のの武将が長老軍の配下に加わるエツキツ・エンオン・ガタン監督公園ほか11人すごい増えたすごい連れてきましたねただエンオンは馬長嫌王ですよねエンオンで確か馬長に殺された気がしますけどね違うかな勘違いかなで養子は馬長の妻ですねで以降は養父の上司なんですよそこちょっと端折り気味ですけど 馬長っってすすごいぶっ殺したんですよ確か養父の家族もなんか皆殺しみたいな感じですよもう皆殺しあったわけですねその結果馬長は逃れたとちなみに曹操軍から来た救援は加光園ですよね確かね加光園が駆けつけて馬長を蹴散らしたというところでございますねこれも演技と制してだいぶねなんか 話が違ったような気がします。ちょっと馬長が悲劇のヒーローみたいなね、感じでございますが、そろそろでは、では我々が敬意を攻め落とせば、劉備入植イベント、出るというところですね。予定通り、3方向から、この山道を進んでまいります。パンパン5万人の敬意を。おっと、敬意をさま8000、出ましたね。これは、還元あたりを蹴散らそうという。 還元やばい、カム逃げないとうわ、長打だらけ、長打だらけああ、あれ、一騎打ちだ、放流リュ一騎打ちああ、これは勝てない、3十3七7五これで飛ばしましょうと思ったけど、飛ぶかどうかはい、飛びました、さよなら,な,ら、ね、なんとか生きてますね、うわー、全部超打だ。 3部隊長蛇ばっかり分かりましたこちらの入り口はちょっと難しいということですねすじゃあこちらで待ちましょうさて敬意を出てきませんねで実はですね今深夜がですね連合終わった瞬間に攻められるという連合とは一体というですね状況になっております まあ逆に他が攻めなくなったから集中してきてるのかもしれませんがちょっと危ないですね、兵数がやばい10万規模で来てますかねちょっと見ていきましょうあちょっと兵器入りそうだな、左兵器はやばい、兵器は本当にやばいさて大丈夫かな、兵器がさすがに大丈夫かカウンがここに。 移動する予定ですが先に兵器入られるかあと2マス大丈夫ですね先にカンウ入ってゲーハさて突っ込まれるかどうかですねおっと一騎打ちかあ違うか <laughs> またカンペに騙されたわ何回カンペに騙された気が済むのもカキを撃破しまして当初後方荒らしてますねいいですよ終走が荒らしてるんいいですねあっという間ですね で、シューソーはアホ縁か,、ね、から来た方をなんとか防げますけどこっちがやばいですね、強い、全部強いこれを防がないと深夜が取られてしまうきちんと後ろからですね、チャージしてますねとりあえずクイを取って塗っちゃいましょうというところですね、時間いっぱいですね、ここなかなかですね、やっぱり山、時間かかってます。 ですけど次の次ターンぐらいでねいけるでしょうか、まあ、ほぼ完全に塞いでいかないと5万なんで出てくると思いますというところで今回も最後までご視聴ありがとうございますもしよろしければチャンネル登録・高評価いただけますと大変励みになりますよろしくお願いいたします